フライトプランは2005年に制作されたアメリカのサスペンス映画である。監督はドイツ出身でタトゥーを制作したロベルト・シュベンケ。主演はジョディ・ホスター。制作はタッチストーン・ピクチャーズ。仕事先のベルリンに滞在中、突然の事故で夫を亡くした航空機設計士のカイルは6歳の娘、ジュリア、そして棺に入った亡き夫、デビッドと共に、 ベルリン空港から自らが設計に携わった飛行機に乗り自宅のあるニューヨークロングアイランドへの帰路についていた。離陸して約3時間後、仮眠から覚めたカイルは隣の席にいたはずのジュリアの姿がないことに気づく。誰も目撃者がおらず、乗務員総動員でジュリアの捜索に当たるが見つからない。しまいには登場記録にジュリアの名前が存在しないと告げられてしまう。 以後も、ジュリアの創作に奔走するが、最愛の家族を失ったため、正規を失った危険人物だとみなされて、航空保安官に逮捕されてしまう。実は、ある人物の策略だった。その人物はデビットを殺害し、その棺に爆弾の起爆装置を隠して機内に持ち込んだ。そして、ジュリアを機械室に隠して、カイルを精神的に追い込み、 カイルが多額の金を要求していると嘘の証言をして、カイルをハイジャック犯に仕立て上げようとしたのだ。登場記録にジュリアの名前がないというのも共犯者の偽の証言だった。それを知ったカイルは、その人物の追撃をかわして、ジュリアを救出することに成功する。カッコ内は日本語吹き替え、ありがとうございます。